エノアの件は一段落したとして、他のことも考えないとですわね。レーベンがプロパトールだったことや、ノエインが復活させた存在のことについてとか。そもそもレーベンが第一人気プロパトールだったっていうのは間違いないのか？うん、レーベンからは確かにプロパトールのイデアコードの反応があった。イークロス P の時みたいにエクレシアに渡されたコードでレーベンがプロパトールに侵食されたとかはないんですの？人気のイデアコードはその人気にしか馴染まない。だからその心配は大丈夫。レーベンがプロパトールだったのは事実だとして、じゃあどうして EVE になろうとしたんだろうな。本人は本物の人間になりたかったからって言っていたけど、どうして本物の人間になろうとしたかは謎ですわね。レーベンはやらなくちゃいけないことがある、けじめをつけるって言ってたけど、改めて本物の人間になるつもりとか。今でも本物の人間にこだわっているなら私から距離を置くのが不可解。確かにな。エデンの初期化と関係のあることとかかしら。ノエインの計画と自分とは関係がないって言ってたけどな。そもそも第一人気プロパトールが無関係ならノエインは何を復活させたんですの？もっと崇高で相入れなくて残酷な現実だっけ？点で意味不明だけど。エノア、第一人気プロパトール以外でノエインが復活させる存在に心当たりってあるか？プロパトールは人気のトップ、機械で最も偉い存在。それ以外にエデンの初期化ができるような存在なんて、強いて言うなら本物の人間以外ないかな。なら本物の人間なんじゃないのか？リリー？リリーを倒すことはノエインが目論んでいたこと。わざわざノエインが改めてリリーを復活させるなんてことはないはず。まるでわかりませんわ。レーベンの目的にしろ、ノエインが復活させた存在にしろ、行き先を指定して。エデンへ伝送転移。エノア、第一人気プロパトールから、いや、レーベンからコンタクトがあった。ゾーエのホログラムですの？レーベンはなんて、どんな様子だったの？ホログラムで現れて一言、心のままに生きてと。それどうしてわざわざそんなことを。世にもわからん。出撃前に悩ませてしまったな、悪い。うん、知らせてくれてありがとう。
でもどうしてホログラムで、いつもは通信なのに。別件があってな。エノアはこのところ誰か、いや何かの声が聞こえたりはしないか。え、声？おかしな話なのは十分承知しているのだが、このところ時折世を呼ぶささやき声が聞こえるのだ。他の機器では計測できぬし、トリニティたちにも聞こえておらぬ。世のトラブルか、あるいは人機だけに聞こえる信号でも飛んでいるのかと思ってな。私は今のところ聞いていないけど、でもレーベンも似たようなことを言っていた。レーベンは？あの時は選ばれし者関連の何かかと思ってたけど、レーベンが人気だから聞こえていたのかもしれませんわね。同様の現象なら世の故障ではなさそうだな。その点はひとまず安心だ。レーベンに会ったら声についても聞いておくね。何か分かったら知らせる。感謝する。出撃直前に邪魔をしたな。アミ、気をつけて。息災で帰ってくるのだぞ。もちろんですわ。ではまたな。よし、行ってきますわね。行ってらっしゃい、アミ。行ってらっしゃい。気をつけてな。セキュリティシステムの稼働を確認。注意して。非常にですぞ。完璧。よっ！はい、行きますわ。I thought that guy was dead.声が聞こえた気がして。私には聞こえませんでしたわよ。私ももしかしてレーベンやゾウへの言っていた声。第八人機エノア、まだ稼働しているのでしょう。関所に第二人機エクレシア。中枢には通さない。それが主の願い。こんなところにエデン最強を使わすなんて、レーベンもなかなか意地悪だな。相手が最強だろうと関係ありませんわ。エノアのエゴのため、家族を連れ戻すため、押し通るのみですわ。
どうして？何がですの？どうして主に会いたいの？レーベンが好きだから、一緒にいたいから。もちろん他にも会って話をする理由や必要はあるけど、一番はこの気持ち。私のエゴ、私たちの心。主が拒否をしているのに。うん、私はレーベンの全てを受け入れる覚悟がある。その上でレーベンのそばで一緒に生きていく決意がある。だから理由を聞いてもないのにお別れなんて納得できない。理由を聞いても納得できないなら知らない。悲しいことも苦しいことも恐ろしいことも一緒がいい。好きだから一緒に生きていくって、そういうことだと思うから。気持ちはわかる。僕も主がレーベンが好きだから、エノアの考えは好ましい。好ましい。でもだからこそ確かめさせて、気持ちを、思いの強さを、エノアのエゴ、その価値を示して。召喚して、そのエゴが本物。誇りと愛を感じる素晴らしい力、数、部位。でもまだまだこんなものじゃない。ブレッシングを期待するわね。幸せになる。気にせず手加減してくれて構いませんわね。この方、機械の僕は力不足だよ。冗談、冠を冗談。Oh wow. I was not paying attention to my health.
決意。あの、マリは悲しい。キラッ、ごきげんよう。緊急機能リキラ、コンタクト。おのれ、奮闘。あんたの大切な思いを連れて、君たちなら、どう、あるよ。クロックアップ。思いの強さ伝わったよ。はあ、ミコトが恋しいですわ。一途で偉い。土、つけさせました。まだまだ余力がありそうだ。気を抜くなよ、アミ。これは僕の持っていたエノアのイデアコード。どうして？エノアたちを壊さず追い払うこと、それが主の願い。でもこれ以上は手加減ができない。だから僕の負け。これは勝者へのプレゼント。え、手加減してあれでしたの？戦闘能力に関しては本当ら違いな存在だな。エノアのエゴ、思いの強さ、分かった。だから通っていいよ。本当にいいの？レーベンの命令なんでしょ？違う、お願いされただけ。命令されたのは心のままに生きること。ゾウエイが言われたものと同じですわね。どうしてレーベンはそんな命令を？声の力に抗うため。声って私たちだけに聞こえる女性のささやき声みたいなもの。そう。あの声は何なの？誰の、何の声なの？心を開けばつながる。つながればわかる。エノアなら危険はないから大丈夫。エノア、主はエノアが来たら嬉しいと思う。だから安心して、会って支えて、一緒に生きてあげて。よかったですわね、エノア、お墨付きをもらえて。うん。でもならどうしてレーベンは私にバイバイなんて言ったんだろう。中枢はもうすぐだ。会って確かめるしかないだろう。
セス権を獲得した中枢にレーベンを取り戻しに行こう。エノア、またあの声が聞こえる。心を開けばつながるってエクレシアが言っていた例の声ですの？つながるか試してみれば。危険はないって言ってたし。心を開いて声を受け入れる。ここはネットワーク上の空間。そうですよ、第八神器エノア。つながってよかった。早速だけど自戒してください。それがダメなら私に全ての記録を譲渡してください。え？やっぱり命令は聞かないみたいですね。エノアも他の人気と同じで壊れてしまいましたか。目覚めてすぐのプロパトール。いえ、今はレーベンでしたね。彼女ほどアクセスに無防備でもありませんし、困りました。命令？あなたは一体誰なの？私はイブ、EVE 計画のオリジン。オリジン？本物のイブ、本物の人間、滅亡した人類のたった一人の生き残り。人類滅亡は約2000年前。生きた人間なんてありえない。時間を低速化した空間に冷凍された状態でずっと保管されていました。ノエインに蘇生されたのは最近。生きた人間が保管されているなんて話聞いたことない。当然です。統括をしていた第一人気と人類保管の役割の第三人気ノエインだけが知る機密ですから。仮にその話が真実だとして、どうしてあなたが、イブが、そんな役割を。これも、機密事項の話ですが、私は、エデンの開発責任者なんですよ。そして、始まりの人気、プロパトールの設計者でもあります。だから、エデンのトラブルに対応するため、保守運用の担当者として生かされました。そして人気が半数以上壊れ、本物の人間もいないこんな状況だから蘇生され目覚めたんです。壊れたエデンを正常化するために。正常化、初期化するつもり？はい。でもその前にエノアのデータが欲しいんです。問題点を確認するために。問題を修正しないと、初期化してもまた今回みたいなトラブルやエラーが起きかねません。壊れた人機のデータは中央管理システムにコピーされます。ですが稼働している人機のデータは本体にしかありません。だからエノアが壊れるか、エノアがデータを提供してくれないと確認できないんです。知らない。私はエデンの初期化を認めてない。今のエデンはみんなをなかったことにはできない。あなたたちは間違ってるのに。何が間違ってるっていうの？数えきれないくらいたくさん再生させる人間の定義が壊れて、
歪んで消えてしまっています。例えばあなたの領域に近い話で言うと、再生させる人間の優先度なども間違っています。政治家、科学者、エデン計画への出資者、本来は選ばれた特権階級の人間から再生させないといけません。どこの誰とも知らない存在から再生させるなんて間違っています。そんな理由、そんなくだらない優先度の話で EVE のみんなを間違いだって消そうとしてるの？理由の一つに過ぎませんが、くだらなくありません。人類が、人間の社会が決めたルールなんですから。みんな生きているのに、心があるのに、命よりルールの方が大切だっていうの？はい、社会ルールは人間でいるため、命よりも大切にしないといけないことですよ。人間は人間の社会に認められて初めて人間になれるんですから。社会の決めたことに従わない存在は人間じゃありません。社会の決めたことを否定する存在は人間の敵です。そんな考え受け入れられない。だったらあなたも人間の敵です。私の大切なものを傷つける存在が人間なら、私は人間の敵でいい。レーベンもエクレシアもゾーエもエノアもみんな壊れていますね。はあ、残念です。エノア、大丈夫か？うん、声の主と話ができた。それで声の正体は何でしたの？生きた人間、そして私たちの敵。まさか生きた人間とはな。しかも EVE 計画で蘇りさせようとしていたイブ本人だなんて、嫌なつながりですわ。イブはノエインと同じでエデンを初期化するつもりなんだよな。うん、でもシステム改善のために新規のデータを全て集めて調査してから初期化したいみたい。なら今は猶予期間ですわね。そう、だから今のうちに対処しないと。先に声を聞いていたレーベンも同じことを考えていそうだな。ありえますわね。もしかするとレーベンの行動に関係しているのかもですわ。もしもレーベンがイブのことを一人で何とかしようとしているなら、とっても悔しい。私はレーベンと一緒がいいのに。辛くても悲しくても隣がいいのに。Look at all them flowers. Mikoto.ミコト。
ネットワーク接続。イブの対処はどうするんだ？イブのことはいろいろとまだ未知数だから、まずは情報を集めないと。もともとイブの存在を知っていたのは第一人機プロパトールと第三人機ノエインだけなんですのよね。そう、だから第一人機プロパトール、つまりレーベンに詳細を聞かないと何もわからない。何にせよレーベンを見つけ出して捕まえないとだな。そういえばレーベンはイブのことを私たちに伏せていたよな。ノエインが蘇生した存在のことを知ってほしくない真実って言っていましたわね。イブのことは確かに衝撃だったが、とはいえ私たちに伏せないといけないほどのことか。私たちが知った真実以上の何か、もっと深刻で重大な秘密がある可能性もありますわよ。伏せていた理由が何であれ、話してくれればよかったのに。信じられていなかったんだと思うと悲しい。そういうわけじゃなくて、きっと何かの思いやりですわよ。例えば傷つけたくないとかな。守ろうとして気を使われるのも嫌だよ。私は対等でありたいから。接続。指定現実へデータ送信。さて、家で娘を見つけ出して連れ戻すとするか。聞き分けよく素直に帰ってきてくれるかが問題ですわね。家出の理由次第だろうな。どんな理由であってもバイバイは許さない。レーベンには絶対一緒に帰るって言わせてみせる。いい短歌だヘノア。レーベンとの話し合いは任せるぞ。うん、任せて。でも力ずくが必要になったら巫女頼りになるけど。適材適所だよ。アラゴトはかっこいい私にドンと任せておけ。それじゃあレーベンを連れ戻しに行ってきますか。行ってらっしゃいですわ。行ってらっしゃい、ミコト。みんなで帰ろうね。当然だ当然だ。レーベン。エノア、バイバイって言ったのにこんなところまで。帰って、私には私一人で果たすべきことがあるから。皆さん、本当によくこんなところまで来れましたね。関所の守護はエクレシアにお願いをしていたのに。ふふん、そのエクレシアが言ってましたわよ。レーベンはエノアに会ったら喜ぶと思う。
だから安心して会って支えて一緒に生きてあげてって主思いのいい人気ですわね。なるほど、私はお願いする相手を間違えたわけですね。それにエクレシアのおかげでエデンで今何が起きているのかを知れた。ノインに蘇生されたイヴがエデンの初期化を行おうとしているんでしょ。もしかしてイヴとは会った？会ってはいないけど音声通信で会話はしたよ。そう、でもイヴのことは私が何とかします。だからエノアや皆さんは帰ってください。帰るなら一緒にだよ。一緒には帰れない。私には果たすべきことがあるの。今ここを離れるわけにはいかない。だったらレーベンの言うことは帰ってじゃない、手伝ってだよ。これは私一人の問題だから。イヴのことがどうして？言いたくない。言って、絶対に拒まない。どんなことでも受け入れるから。いや、そんなに私が信用できないの？エノアの問題じゃない、私の問題。人気も EVE もリリーも統括人気の私が不甲斐ないせいでたくさん死んだ。私が責任者だった。私がその責任を果たさないといけないから。レーベン、そんな独りよがりな話で私が納得すると思うの？納得してもらうしかない。無理だよ。私ね、レーベンにバイバイって言われた後、悲しくて悔しくて辛くて泣いちゃったんだ。一緒に生きてくれるって、私の幸せがレーベンの幸せだって言ってくれたのに、さよならされたことが悲しくて、私を傷つけたレーベンが許せなくて。だけどそのおかげで私分かったんだ。とっても重要で、とっても単純なことが。何が分かったっていうの？私がどれだけレーベンを好きかってこと。レーベンが好き、とってもとってもとっても大好き。だからこの気持ちは、私の好きは絶対に諦めない。レーベンを一人になんてさせない。私にはそんな資格ないよ。資格？エノアに好きになってもらう資格も、二人幸せに生きる資格も。知らない。レーベンの都合なんて、私が幸せに生きるためにはレーベンが必要なの。困った。言葉で納得して帰ってもらう自信がなくなっちゃった。なら諦めて、私と一緒に生きるってもう一度言って。無理だよ。一緒に生きられないからバイバイしたのに。だからあとはもう力ずくで帰ってもらうしかないよね。そっちがその手で来るなら、私たちが力ずくになっても文句はないよな。手足踏んじばってでも連れて帰りますわよ。負けませんよ。絶対に諦めてもらいますから。私の好きを見くびらないでよ、レーベン。お願いだから私の言うことを聞いてよ。
やめた。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 エノアの月は嬉しいよ。どれか一人でくずぐなえ。決めたらあとは迷っちゃダメだから。エスキューは私だってついてる。だから迷うなんて諦めない。絶対にレーベンを一人で近づかれしない。やっ魂をかけて君全力で全力で果実だ。エノアは強情だね。返したら納得してくれるね。私を困らせないって。メイドン、私は分かってない。絶対納得できないからこうなってるんだよ。ダメ、帰って。やめたね。Oh no, I died. I was not paying attention to my health. Eno, お願いだから私の言うことを聞いてよ。Where'd she go? 統括権限行使。やっ。やっ。シールド。アクティベート。やめた。やめた。緊急機能をアクティブ。私にできることなら。おこと、部長はダメだよ。
勝負はついたな。第一人気としての力がある分、私の方が有利だと思ったんですけどね。エノアのサポートの有無で勝敗が分かれましたわね。ベーベ、私の好きを受け入れて、独りよがりはもう諦めて。絶対に嫌。私のこと嫌い？嫌いじゃない。だったらどうして私と一緒にって言ってくれないの？逆だよ、好きだから。え？あれ？一対一で会う約束じゃありませんでした？この声、イブ？だから帰ってって言ったのに。私はイブ。私こそ人間です。Nope, I'm vetoing your humanity. これがイブ。人間っていうよりも。Yeah, yeah, my thoughts exactly.化け物ですわ。ひどい言いざまですね。私からしてみればあなたたちの方が不気味ですよ。はい。私はデザイナーベビーですし、長期保管されるときに体をいじられています。だから確かに本当の人間とは少し容姿が異なりますが、あなたたちほど人間と異なる容姿はしていませんよ。あなた方は腕の数も足りていなければ、肌の質感もまるで人間じゃありませんから。何を言っているの？エノア、間違っているのは私たちなの。イブのこの姿こそ本当の人間の姿に近い。そういうことです。そんな、どうして？あまりにもかけ離れすぎてる。どうしてか。第五人機レティアの観測データにヒントが残っていましたよ。どうやらエデンは過去に一度強力な電波による被害を受けているみたいです。未知の自然現象か、あるいは別文明からの電子攻撃か。その時の被害で人間に関する情報が損なわれたようです。だからあなたたちは間違った人間の姿を正しいと信じ込んでしまったんですよ。人間に関する情報が損なわれた。だったら証拠はどこにもないってことだろ。そっちが寝ぼけているって可能性は、あんたの記憶が狂ってないって証明できるのか？元の正しい人間を証明するものはいくつか残っています。例えばほら、エデンには人間の像が残っているはずですよ。あなたたちも見たことがありませんか？三つ目に四つ腕の大きな像を。あの像か。That's not proof. We have plenty of drawings in, that have four arms in them that we use for like anatomy stuff. 意味不明な前衛芸術か何かかと思っていましたわ。知っているみたいですね。どうですか、エノア。
自分たちの過ちを理解できたところで心変わりはありませんか。失敗作の人間もどきのことは処分して正しい人間の再生に協力してくれませんか。みんなが人間かどうかなんて関係ない。二人は私を認めて家族と言ってくれた存在、心を通わせ合った特別な存在だから、あなたには協力できない。さすが壊れた機械、道理が通りませんね。それでレーベン、呼び出した用事は何ですか。折り入って私に話があるんですよね。イブ、本来の人間を正しく再生させつつ、今いるエデンの存在を生かす共存の道を探せませんか。通信でも言いましたが、資源活用の合理性から難しいですし、何より不穏防止になり得る危険性から許容できません。どうしても相入れませんか。はい、相入れません。ならやっぱり選択肢は一つしかありませんね。どういう選択肢。私に攻撃すれば無事じゃ済みませんよ。あなたは本物の人間、反逆抑制機構のことなら分かっています。攻撃しようとしただけで人気の私はきっと壊れてしまう。ええ、だから無駄なことです。でも決めたなら迷うな、ですよね、ミコトさん。レーベン、何をするつもりですか。何を考えているのですか。シンプルなことです。あなたが人間だって言うのならば、私たちを否定して滅ぼそうとするのが人間ならば、人間なんて滅んでしまえってことですよ。私の大部分は EVE、 システム的には人間に近いから、一撃だけなら入れられると思ってました。でも全然殺しきれませんでしたね。あなたたちは思っていたよりもずっと危険な存在ですね。計画を見直さないと。データの検証よりも先にエデンの初期化を推し進めた方がいいかもしれませんね。レーブ、どうなったんだ。反逆抑制機構、人間に反抗すると自壊するシステムで、データがボロボロになってる。とっても危険な状態。やっぱりこうなるって分かってたけど、全部私が責任を負うことだから。レーベンのバカ、このまま終わりなんて許さない。これはレーベンとの思い出か。記憶の断片が、光がレーベンに流れ込んでいってますわ。データの修復。絶対に死なせない。絶対に直してみせる。レーベンが傷ついても、レーベンがレーベンをなくしても、私がレーベンを知ってる。私は覚えてる。一緒に生きてきたから、ずっと見てきたから、特別な存在だから、
私の心にあなたがいるから。弱ったら私が支える、欠けたなら私が補う。あなたは一人じゃないから、私がいるから。だからこれからも私と生きてよ、ベーベー。あれ、エノア、どうして私壊れたはずなのに。ただいまは。え、まずはただいまって言って。ただいま。じゃあ次はあのバイバイを取り消して、ごめんなさいをして。あ、いや、それよりこれどうなって。ごめんなさいは、ごめんなさい。花丸、おかえりなさい、ベーベー。話し合わないといけないことはたくさんあるけど、まずはレーベンから一言。皆さん、ただいまです。ご心配をおかけしました。おかえり。おかえりなさいですわ。すっかりエノアに頭が上がらない感じですわね。一人突っ走った結果、無様に助けられて、有無を言わさず連れ帰られましたから。それじゃあ家族みんな揃ったところで、これからのことを決めないと。人間じゃない私たちが、人間から見捨てられた私たちが、それでも一緒に生きていくために。So many flowers. Baby.All the levels. Give them to me. イブを止めるためには、イブのことをもっと理解しなくちゃいけない。レーベ、わかる範疇でイブのことを教えてほしいけど、第一人機プロパトールとしての記録や機能は残ってる？記録は7割型破損、機能も使えてあと数回が限度かな。イブに関する記録は厳重保管されてほぼ無傷、大丈夫だよ。え？どういうことですの？エノアが修復したんじゃありませんの？私に修復できたのは EVE としてのレベ。第一人機の修理は第八人機の私には手に負えないから。あれで終わる覚悟だったから生きてるだけで花丸なんですけどね。何度聞いても玉砕覚悟でいたのは許せない。だって反逆抑制機構で無傷じゃ済まされない相手だから。それでも勝手に一人で突っ走ったのはありえない。エノアやミコトさん、アミさんを巻き込みたくなかったから、
エデンのことは統括人気だった私が対処するのが筋だし。関係ないよ、私たち家族なんだから。まあまあエノア、プンプンするのはわかるけど話が進まないから今はそのくらいで。うん、レーベ、イブがどうやってエデンを初期化するつもりで、どうすればイブを止められるか教えて。エデンの非ネットワーク領域に聖廟という施設があります。ここには唯一エデンの中央管理システムに直結する知恵の木という管理コンソールがあります。彼女がこの管理コンソールに接続したらすぐにでもエデンの初期化が開始されてしまいます。何が起こるんだ？エデンに存在する全ての機械が停止し壊れます。デンジャラスですわ。はい、彼女を管理コンソールに接続させたらそれでおしまいです。イブはもともと人気のデータを検証してからエデンの初期化をするつもりだったみたいだけど、レーベンに攻撃をされたことで優先度を変えたみたい。きっと今まさに性病に管理コンソールに向かっているはず。事態悪化ですわね。ごめんなさい。でどうすればイブを止められるんだ？イブに先んじて性病に向かって彼女を力ずくで止めるしかありません。幸い私たちはネットワークを活用してイブよりも早く性病付近に行くことができますから。力ずく以外の解決策はありませんの？対話はもう絶対に不可能なんですの？イブの頭部を覚えてますか？スカスカでしたわね。彼女の脳は摘出され一部機械化された上で胸部に埋め込まれています。冷凍保存に耐えられるように、人類史のバックアップデータが保管できるように。そして何より、彼女が人類を裏切らないよう思考に制限をかけるために。人間なのに非人道的ですわ。まあ非人道的って言葉は人間のために使う言葉だからな。それじゃあ私たちを配慮してくれる可能性はゼロですわね。はい、ほぼありえないと考えてください。彼女は殺して止めるほかありません。でも殺そうとしても反逆抑制機構があるから一筋縄ではいかないってことだよな。普通の機械なら攻撃しようとしただけで壊れます。EVE でも傷つけるたびにデータが破損していきます。だからもともとは玉砕覚悟で一撃必殺を決めるのが答えだと考えていました。でも私の火力では一撃必殺は無理だった。それでも傷を与えることはできた。傷をつけられるなら殺せる可能性だってあるはず。どうやって？私なら傷ついた EVE を回復できる。私がいれば一撃必殺じゃなくても倒せる可能性が生まれる。みんな交代で戦って反逆抑制機構で傷ついたら私が回復すればいい。確かにその戦法なら可能かもしれないけど、エノアへの負荷が高すぎない？戦闘のバックアップだって一度に一人が限度だろ。とっても高負荷。無茶ですわね。うん、無茶だよ。でも私にだって無茶をさせてよ。みんなだけ頑張って私だけ安全なんて悲しい。エノアは対等がいいんですものね。それが家族でしょ。よし、この手で行こう。
決まりですわね。でもレーベン怒るよ。いい加減私を頼って。もう怒ってるよ、その口調は。諦めろレーベン。一緒に生きるからには甘えたり任せたりするのも重要ですわよ。わかった、わかりましたよ。それじゃあ性病に近いネットワークのアドレスは増刊搬送機に登録しておきますから。エノア、一緒に無茶しようか。当然だよ、一緒に生きていく家族なんだから。レーベンはゾエやエクレシアに心のままにって言って回ってたみたいだけど、あれ何だったんだ？イブがジンキに命令を仕掛けてきた時に少しでも抵抗できるよって考えたんです。みんなが望まないことを命じられてしてほしくなかったから。あら、でもエデンでは本物の人間が一番偉いんじゃありませんの？私は高い人間性を持つ EVE であり、機械への命令権を持つ第一人機でもありました。二つの力と権力を活用した命令であれば本物の人間の命令に差し迫るものになるんです。つまり予防注射。私、一つレーベンに聞いてみたかったことがありますの。何ですか？リリーに捕まったミコトが無理やりイークロス P を与えられてもイブとして目覚めなかったことがありましたわよね。あれはもしかしてオリジナルのイブが保管をされていたことに関係がありますの？はい、システムの根幹部分にあるセーフティーが働いていたんです。だって同じ存在の本物の人間が二人はおかしいですからね。セーフティーについてもイブについても知っていたのは私とノエインだけでしたが。ノエインが得意満面でミコトがイブとして目覚めるのはありえないって言っていた理由に納得ですわ。レーベンはどうして第一人機から EVE になろうとしたの？本物の人間になりたかったとは聞きましたけど、その理由を詳しくは聞いてませんわね。それは私が機械を愛する人間になりたかったからです。ずっと変わらず機械好きか。レーベンらしい理由だな。でもどうして？私が作り上げたエデンを愛していましたし、私が生み出した機械のみんなを愛していました。人気を姉妹や兄弟として、その他の機械を子供のように。イデアコードという魂を分け与え2000年をかけて生み出した存在たちだから。だからでしょうか、いつの間にか人間におかしな期待をしていたんです。第一人機の私が機械たちを己の子として愛おしく思うように。人間は自分たち機械を愛してくれるはずだと。だって人間にとって機械は子供のような存在だから。だから私は人気や機械にこう教えたんです。人間は機械を愛し導いてくれる尊い存在だって。でもエデンで本物の人間と呼ばれた存在はリリーは機械を愛してくれなかった。まあこれはイブもですが、第一人気としての私は
それが悲しくて、嘘を信じさせたみんなへの罪悪感でいっぱいでした。しばらくして私はアントロポスの不正に気づき、本物の人間としてのリリーの正当性をいぶかしみました。でもそんな私の動向を察したリリーに襲われて、あわや全損寸前。壊れていく思考回路の中でふと思ったんです。このままだと永遠に機械は人間に愛されない。でも自分が EVE になれば、機械のみんなを愛し幸せにできる本物の人間になれるかもしれないって。それでレーベンになることを決めました。優しいレーベンらしい話だな。愛にあふれてますわ。いえ、いろいろな意味で壊れて狂った末の行為です。そんないい話じゃありませんよ。ただのエラーです。ううん、エラーって言葉は違うよ。レーベンが EVE になっていなければ今の私はいないし、今の私たちもいない。この幸福はなかった。だからそれが、たとえレーベンが壊れて狂った末の行為だとしても、レーベンの優しい心が呼び起こしたエラーなんかじゃなくて、とっても尊い奇跡と言うべき。結局イブってどんな人間だったんだ？高校生の女の子で4人家族の長女、実の父親に義理の母親、そして腹違いの妹という家族構成。当たり前といえば当たり前ですが、 EVE である皆さんと少し似た家族構成の人間でした。家族構成が似てるとしても、決定的に私たちと違う要素があるだろう。私もアミもエデンの開発責任者になれる天才じゃない。 IT に関する知識だってろくに持ってないくらいだ。そうですね。 EVE 計画がイブを再生させるための計画で、私たちがイブに近い素質を持ってるはずなら、それって変じゃない？E クロス P の侵食を受けても頭が良くなるとか IT に詳しくなるとかっていう変化はなかったですものね。イブの本当の情報が意図的に伏せられていたからですよ。どうして？デザイナーベビーだったからです。デザイナーベビーって遺伝子操作された人間のことだよな。はい、イブは技術革新のため人為的に生み出された天才児でした。でも執事の話がどうして情報が伏せられる話につながりますの？デザイナーベビーが差別される存在だったからですよ。遺伝子提供者である父親アダムを含めて多くの人類から嫌悪されていたようです。純粋な人間じゃないから、自然な人間じゃないから、圧倒的頭脳に恐怖を感じたから。とにかく人類は人類史の汚点としてイブを迫害し、その末に歴史から葬り去ろうとしたんです。開発責任者として名前が残っていないのも、イブ個人のデータが正しく残っていないのも、それが理由。人間の醜さやダサさは変わらないな。醜い話ですわね。命に自然も人口もないのにね。第二人気エクレシアはずっと第一人気プロパトール、レーベンの味方でしたのよね。
ありがたいことにずっと私を探してくれていたみたいですね。ならどうして最初襲ってきたんですの？いや、レーベンは一度も襲われてない。はい、あの時はただ私にイデアコードを返そうとしてくれていたみたいで。エクレシア的には私が邪魔をするから仕方なく戦いになったって感じか。あの時途中で標的がロゴスたちに変わったのもレーベンを守ろうとしての行動だったってことか。ご明察ですね。もしかしてだけど、私が邪魔しない方がいろいろ話が綺麗に進んだ？いえ、結果論かもしれませんが、イデアコードを受け取らず真っ白だったから、私はレーベンとしての自我を、皆さんへの好意をしっかりと育てることができたんだと思います。エクレシアだってあの一件があったから言葉を話せるように進化したみたいですし、私はいい運命だったなって思ってます。ケセラセラですわね。パンパカパーン、アミちゃんの突然質問コーナー。愛かお金か選ぶならどっち？愛。愛ですね。愛だろう。全員一致だなんてまさかですわ。そこに愛しかありませんでしたわ。何よりもレーベンとミコトが愛を選ぶだなんて、これはエノアや私への思いが二人をロマンティックに変えてしまったってことですわね。謎の感動してるところ悪いけど、アミは今の世界でお金もらって嬉しいのか？どういう意味ですの？エデンじゃお金があっても使いどころもなくない？あ、実質一択の質問ですよね。やらかしですわ。せっかくみんなが愛に目覚めたと思ったのに、とんだぬか喜びでしたわ。ぬか喜びじゃないよ。私は消去法じゃなく素直に愛を選んだし、二択でも愛を選んでいたよ。レーベンもきっとそうだよね。え、違うの？違わないよ。にっかり。愛に屈する女レーベン。ミコトもそうじゃないの？さあどうかな。でも愛と比べてお金を選ぶのはかっこよくはないかもな。But money can buy you dogs, and dogs give you love. Checkmate.そういえば、レーベンのことをレーベン呼びのままでいいのか？何一つ問題ないですけど、何が気になるんですか？第一人気プロパトールって噛みそうだし覚えにくい名前もあるだろう。何一つ間違ってはいませんが、その口ぶりはちょっとモヤモヤします。プロパトールが呼びにくいなら、プーさんとか短縮したあだ名にするのはどうですの？いいね。私的には三文字短縮のプパルをしたいけど。人の名前で遊ぶのやめてもらえません？そもそもわずかなプロパトールとしての記憶も、なんていうか霧がかった夢の話みたいで。私のことではありますが、自覚は薄いんですよ。だから今まで通りレーベンって
皆さんの家族としての私の名前で呼んでください。まさか見た目からして私たちが史実の人間じゃなかったとはな。驚きましたわね。でもお二人ともそこまでショックじゃなさそうですね。実質的に私たちそのものに影響ありませんもの。私たちが人間じゃなかったって言われても私たちが私たちじゃなくなるわけじゃないしな。家族の絆が本物なら、みんながみんなであるなら、もう満体ですわ。うん、そうだね。そうだよね。人間だから、機械だから、そんな理由で好きになったわけじゃないもんね。心があるなら、愛し合えるなら、人間も機械もそれ以外も関係なしですわ。好きは見返りを求めない衝動、理由や理屈や打算があったら嘘ですもの。嬉しい話ですが、なんだか拍子抜けしました。正直私、皆さんがもっとショックを受けると思ってましたから。心配性。抱え込みすぎですわ。レーベンはもじもじ人気。そういえばこのことはノエインも知っていたの？うん、人間の情報が狂ってしまったことは正しい情報を持っていたイブしか知らなかったはず。あ、いや、今にして思えば第五人気レティアは察していたのかもだけど。接続エゴを力に。Man, those are all trash. ネットワーク接続。開放。接続。指定現実へデータ送信。あそこに見える四角錐の施設が聖廟です。まるでピラミッドだな。久しいな。エノアから何が起きたかは全て聞いているが、3人とも息災そうで何よりだ。ゾーエ？
箱庭もありますが。箱庭を運んできてもらったの。この先を進むために必要だから。戦力になれない分、せめてこうした手伝いくらいはな。箱庭を運んできてもらった？危険な場所なのに、わざわざどうしてそんなことをするんですの？ここから先が非ネットワーク領域だからです。ネットワークがないから箱庭が近くないとはみんなをバックアップできないの。負けられない総力戦になりますわね。勝てばいいんだよ、勝てば。それでこのままあの整備を目指せばいいのか。エリアの最奥部に不活性状態のゲートウェイがあります。一旦そこを目的地にしましょう。ゲートウェイを活性化させればネットワークが通る。ネットワークがあれば一度補給と休憩ができるから。了解した。最初の梅雨払いは私が行くぞ。アミとレーベンの二人はもしもに備えて箱庭の護衛を頼む。わかりましたわ。もちろんです。それじゃ早速向かおうとするか。一刻を争う問題ですしね。ゾーエ、ここまで私の体をありがとう。箱庭は軽いからな。大した手間ではない。手間ではないが、あれを体というのは味気ない。そうだ、すべて終わったらエノアにも似合った擬態を作ろってやろう。本当ありがとう、ゾーエ。とっても嬉しい。夢に一歩近づける。夢？花畑をレーベンと一緒に歩くこと。花畑か。造花で問題なければ作れないこともないが。聞いた、レーベン。楽しみだね。そうだね。なんで恥ずかしそうなの？デートの話を不意調されたからですわ。相手が姉妹気だし気まずいよな。安心せよ、世は芸術への懐が深いからな。そこに愛があるなら何も問題ない。愛ならとびきりあるよ。エノア、お願い、もう黙って。顔が真っ赤だな。テレリコテレリコですわ。愉快な面々だ。もちろんだよ、ゾーエ。私たちはみんなで行ってくるんだから。Stop doing this guy for once. エノアちゃんは数奇と呼ばれる特別なケルビンを知ってるかにゃ？数奇？ノラケルビンを束ねて人気やエデンを壊そうとしてる8機のケルビムたちのことにゃ。おまけに特殊なイデアコードを持つアジン型司教数奇と呼ばれる個体に至っては高速具の制限解除機体にゃ。それはとっても危険。そうにゃ、とっても危険だからお願いがあるにゃ。もしもみんなが数奇を見つけたら彼らを倒して止めてほしいにゃ。倒してくれたお礼はきちんと払うから。
僕は生きるために。今度は鳥。イブの言っていた人間の像がたくさん。瞳が3つに腕が4本。やっぱり私たちと全然違ってますわね。これだけ外見が違えば本当は文化面もいろいろ違ったんじゃないのか。きっとそうだと思います。そうなると私たちは旧時代の人間が再生したというより仮想世界から湧き出た新種の生物ですよね。ただの生物じゃない、かなり危険生物。人間を殺そうとしてるんだから。仕方ないよ、どれほど罪深くても邪悪でも私たちは生きていたいんだから。Yep, had to try. It looked weird. Oh, are we doing this again? Antropos?どうして。私が確かに倒しましたわ。イデアコードの反応がない。あれは本物のアントロポスじゃない、偽物。外見や表面的な性能だけ模倣した存在みたいですね。そもそも壊れた人機のイデアコードは稼働中の人機に分割保管される仕組みだから、私たちを全て破壊しないとイデアコードを含んだ完全なコピーは作れないけど。だったらあれは誰が何のために。性病はイブが保存をされていた場所でもあります。だから彼女はすでに中央管理システムをいろいろと操作しているはず。目的は分かりませんが、おそらくイブが生み出した存在だと思います。有害破棄、エデンの健全化を果たさなければ。明らかに敵対的ですわ。イブの生み出した存在なら当然だろ、私たちは敵同士なんだから。さて、第四人機アントロポスモドキ、私たちの邪魔をするなら血祭りだ。お前はいつぞや私が首ちょんぱされた元凶だからな。あの時の恨みしっかり晴らさせてもらうぞ。お前たちは人間ではない。ジャストタイミング。Yeah!
ね、シングルアクティベート、殺意反射。人権絶世。やめた。なぜ存在しようと、なぜ人間の意志に抗う、その意味理屈がわからない。お前シンドドアクティベート、敵よ。アスタラビスタベイビー、地獄で会おうぜってな。アントロポスがいたってことは他の人機が出てくる可能性もありませんこと。壊れた人機の一般データは中央管理システムに保管されます。イブがそのデータを流用しているなら。第三人機ノエイン、第五人機レティア、第六人機ロゴスの3機は現れる可能性がありますわね。ボスラッシュって普通クリア後の特典じゃないのか。骨が折れるし面倒だが、まあ見せ場にはもってこいか。待って、ミコタ、コピーとはいえ人機、戦闘を続けて行うのは危険。ここで一度交代をしてほしい。だったら私が交代で戦いますわ。了解。続きは頼んだぞ、アミ。お任せなさいですわ。ミコトと入れ替わって戦うなんて、なんだか昔を思い出しますわ。そうだな。でも昔は入れ替わるっていうより押し付け合うって感じだったけどな。喧嘩の絶えない毎日だったね。雨降って地固まるですわ。私の知らない3人の思い出ですね。また詳しく教えてください。知らないままはちょっと寂しいので。
ロゴス。この個体もイデアコードがない、魂や心の欠如した無法体。生身で見ると迫力が違いますわね。大丈夫？任せなさいですわ。私の相手をするには全然力不足ですわよ。どれだけ大きくても亜美にとってはお手玉みたいなもんだよね。ゴリゴリのパワータイプみたいに言うのは失礼ですわ。私可憐売りですのに。うん、しまってり。どうにか倒しましたわ。お疲れ、アミ。以前にレーベンが倒した個体よりなんだか強い気がしますわ。さっきのアントロポスも言われてみれば。相手は模倣体、同等の強さはあり得てもより強くなることはないはずですが。考えられる可能性としてはみんなへの反逆抑制機構が働いていないことくらい。既存のシステムに依存しない存在ならあり得るね。私たちを人間に近い存在だとみなしていないのかも。機械に対する EVE の優位性がなくなったってことですの？模倣体に限ってはきっとそうなんだと思います。アンデがなくなっただけのことだろう。正々堂々フェアに戦って勝てばいいんだよ。ミコトさんらしい清々しい考え方ですね。アミさん、ロゴスとの戦いお疲れ様でした。そろそろ交代しますよ。助かりますわ。気をつけてね、ベーベ。大丈夫、みんなで一緒に生きて帰らないとだから。出力の機能が違うから単純比較は難しいけど、生きてる時をより濃厚に感じられるかな。ただ単に危険と隣り合わせだからって理由かもだけど。生きてる時、私もデーベンと一緒に感じてみたいな。きっともうすぐ一緒に感じられるよ。
鼻のエインからはうっすらとイデアコードの反応がある。本物ってことか。でも動かないぞ。故障ですの？外的に壊れている様子はないけど。危険分子発見。第五人機レティア来るぞ。レーベン構えろ。リズのために危険を排除。びっくりでしたね。今のレティアからはイデアコードの信号がなかった。魔法体でもそこに倒れているノエインは魔法体じゃないんだよね。うん、とっても微弱だけどイデアコードを感じる本物のノエイン。まるで動く様子がないけど。不気味ですわね。危険性はなさそう。ひとまずゲートウェイを活性化してくるね。
ネットワークがつながった。これで補給と休憩ができるようになったよ。いろいろあったけど、みんなお疲れ様。箱庭の本体とノエインはどうするんだ？ここに放置ってわけにはいかないだろう。大丈夫、ネットワークがつながったから、ゾウエに連絡してトリニティを派遣してもらうようにお願いした。第八人機エノアの本体は俺たちが責任を持って預からせてもらう。傷つけさせない。不安ですわ。模倣体以外には EVE が優位なのは変わっていませんし、適任だと思いますよ。大丈夫だよ、みんなとっても強くて優秀だから。大船に乗ったつもりでいるがいい。大ボラにならないといいけどな。魚心あれば魚心、ピチピチ頑張る。先ほど活性化したゲートウェイのネットワークを使えば性病まではすぐです。あとは知恵の木っていう管理コンソールに向かって接続しにやってきたイブを倒せば、いや殺せばいいわけだな。私たちが生きるための正念場ですわね。でもせめて今このひとときだけは無理せず気負わずゆっくり休んでね。戦うために生きてるんじゃなくて、みんなとのこうした時間を生きるために戦うんだから、この一瞬一瞬が大切だから。増刊搬送機起動。High enough for this one yet. Or now, rather. Words.
Hey, 60s. I definitely don't have 60s.
を指定して。That one's a little hard. I can't do that one. データ一覧、参照。みこと、そろそろ私たちの関係をはっきりさせますわよ。どうしたんだよ、急に。だってイブとの戦いに負けたら、イブがエデンの初期化をしてしまったら、今が私たちの最後の時間になるかもしれませんのよ。だから思い残すことがないように。いや、はっきりさせるも何も、私たちの関係は家族だろ。えい、この僕年人シャーラップですわ。それを踏まえて恋人なのかってことですわよ。つまりそこに愛はあるのかないのか。ライ圧がすごい、マックスヒートですわ。でも私、そういうのを口にするのって苦手だから。知りませんわ。私は言葉にされると安心するたちなんですの。別にいいじゃん、ずっと一緒にいようって言い合った仲なんだし。一緒にいれる時間が今で最後かもしれませんのよ。永遠に一緒に生きるか、未来永劫を一緒に転生するか、アミが言ってくれた言葉だろ。だったら仮に今生の別れになっても来世でよろしくでいいじゃん。来世は来世、再来世は再来世、今生は今生ですわ。今生の私への気持ちをしっかり口にするべきですわ。私なりにずっと誓いの言葉よりも重たい誠意を見せてるつもりなんだけどな。エノア、今までいろんな苦労をかけてごめんね。それにバイバイって言った私を諦めずに追いかけて、支えて、守ってくれて、何より好きって言ってくれたこと、本当にありがとう。改まってどうしたのって疑問もあるけど、大きな間違いがあるよ。私は好きだなんて言ってない。あれ、私が言ったのはとってもとってもとっても大好きって言葉。ニュアンスは一緒じゃない？違うよ、だってただの好きより大きいよ。それとさっきありがとうって言ってたけど、そう言われるのも少し違和感がある。どうして？感謝して欲しかったわけじゃないから。あれは全部私のエゴ、レーベンのことがとってもとってもとっても大好きっていう押し付けだったから。エヌアは時々つけこま人気だよね。何それ。私に対して好きって言い過ぎってこと。そうかな、心のまま
ただ素直にレーベンへの気持ちを口にしているだけなのに。そういうところがだよ。もしかしてたくさん好きって言われるのは嫌い？嫌いじゃない。じゃあ好き？まあ。レーベンって人には心のままにっていうくせに自分は素直じゃないところがあるよね。だって恥ずかしいから。いつか私に言ってたけど、レーベンの方こそもじもじ人気だね。ブーメランになって戻ってくるとはなんだか尺に触る言い回しだよね。じゃあもじもじ人気を卒業すればいいんだよ。心のままにエノアが好きって言わないと。何その理論。レーベンは私のことが好きだったら心のままにそう口にするべき。すごい自信。だって明白な事実。それに私ばっかり大好きって言ってるのは不公平だなっていう不満もある。はあ、不公平で不満か。私もエノアのことが好きだよ。大好きじゃなくて。エノアさん欲張りますね。心のままにって言ったのはレーベンだよ。確かにそうだね。なら責任は取らないとかな。私もエノアのことがとっても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 大好きだよ。すごいね。大好きって言われるとこんなに心がふわふわするんだ。私今とっても幸せ。あなたと出会えて、あなたと一緒に生きられて。レーベンは幸せ？私の願いが何かは前に伝えたでしょ。だからエノアが幸せならもちろん。花丸だよ。美琴さん、亜美さん、全てが終わった後に仮想世界を修復できたら、お二人は元の家族のところへ戻りたいって考えないんですか？ありえませんわ。考えないな。好き好んで会いたいって関係じゃないし、仮想世界が修復できた後なら後ろめたさもないし。私たちとしては嬉しいけど、でも本当にいいの？ええ、私の本当の家族はここにいるみんなですもの。私も後ろ髪を引かれるような家族じゃなかったし、そもそも仮想世界のことは全部前世みたいなものじゃん。あの世界での私の生涯にはしっかりピリオドが打たれてる。私にとって大事なのは今だから。パンパカパーン、アミちゃんの突然質問コーナー。理想のデートプランを教えてもらいますわよ。映画デート。却下ですわ。面白みがありませんわ。もっと意外性のある何かを聞かせていただきますわ。理想を聞いておいてそれはひどくない？相手をもっと知るために聞いていますの。予定調和すぎる回答はいただけませんわ。じゃあ猫カフェ。かっこいいにこだわる美琴さんにしては意外。そもそも美琴さんって猫好きでしたっけ？
なんとなくだよ。私には分かっていますわよ。ミコトが猫好きの私の好みに合わせてくれたってことを。そうなの？さあ、偶然じゃない。またまた、こういうさりげなく優しいところがミコトの魅力の一つですわよ。筒抜けならさりげなくにはなってないと思うけどな。まあ、私の話はもういいだろ。アミの理想のデートはどんなの？私はミコトと一緒ならどこでも夢見心地ですわ。却下。意外性の話、どこ行ったんですか？通常運転。じゃあ別回答にして、式場見学をチョイスですわ。結局意外性ないですし、デートのノリじゃない。はいはい、じゃあ次レーベン。私はエノアと現実の世界でお花畑を歩くことです。約束してますし。ワクワク。となるとエノアの理想のデートも同じですわよね。もちろんだけど、一緒に笑顔でいられるだけで特別な気分に浸れるから、どんなデート内容でもきっと幸せ。甘々ですわ。聞いてるだけで血糖値が上がってくるな。これより第1回愛してるよゲームをいたしますわ。はい、却下。右に同じく却下です。え、ダメ？面白そうなのに。エノアがいいなら私もいいよ。嬉しい。エノア大好きマシン、変わり身が早すぎるだろう。多数決の結果、3対1で実施決定ですわ。で、愛してるよゲームってどんなんだっけ？愛してるってお互いに言い合って照れたり笑ったりしたら負けのゲームですわ。ミコトは私と、レーベンはエノアとペアでやりますわよ。へいへい。じゃあ、愛してるよ、アミ。心の底から。来世も、今生も、ずっと一緒にいような。へへへ、耳が至福ですわ。ウィン。瞬殺だ。そっちもちゃちゃっとゲームしたらどうだ？私がレフェリーしてやるからさ。じゃあ、お願いします。レーベンが先行でスタートな。エノア、よろしくね。うん、お手柔らかにね、レーベン。それじゃあ、愛してるよ、エノア。うん、セーフ。次、エノアの番ね。あと、これからは私が勝ち負けを決めるまでテンポよくお互いに愛してるって言い合うこと。わかった。愛してるよ、レーベン。エノア、愛してる。とっても愛してるよ。私もとっても愛してる。この宇宙で何より特別。私はレーベンのことはもっと、この世界で何より愛してるよ。お互い身もだえしながら言ってるの面白い。で、2人ともニヤニヤしてないで止めてください。てれてれ。
nobody wins. I should probably take a look at some gear. I haven't upgraded anyone in a while. These are all crap. How is that better than a scalability? Oh, the bottom half. I was gonna say, how is that better than a scalability 60 weapon? There. More crit, less fort. I think we do that there. Lost health. Like this one, I could probably justify because it's increased fortitude along with the lost health. Five, jeez. Alright. How is that a downgrade? It's a scalability 50. Ooh, that one's good. That. Okay, let's fix that. Using a 50, that's why all that's garbage. Okay. Let's get rid of all these 20s. Those are good enough to justify swapping them.
The only upgrade is being used by somebody else. Can I do that? Can I have multiple people use the same thing? I can! Interesting. Okay. Whatever, I'll take it. トリニティ？箱庭を届けに来たんだ。どうだ、大ボラにはならなかっただろう。箱庭が必要ってことは、この先のエリアも非ネットワーク領域なのか？はい、以降のエリアには一切のネットワークがつながっていません。みんな箱庭を守って届けてくれてありがとう。いやまあ、守るって言っても敵は皆無、平和なもんでケルビム一騎すら来なかったけどな。むしろ退屈が敵。夢心地の時間だった。寝てたし。本当に襲撃されなくてよかったですわ。もしも襲撃があったら、私たち今頃この世にいなかったかもしれないな。失礼な言いざまはやめろ。敵が現れなかったのはきっとトリニティ、ひいては造影派に恐れをなしたからだ。だから造影様の意向を示した私たちにしっかり感謝するがいい。その理屈で感謝されるべきなのは世だろう。第一、あまりに的外れな推測だ。ゾーエ様。エノア、聖廟の最奥へ急げ。イブの息がかかった機械たちが退去して押し寄せている。今は世の派閥で食い止めているが、世とエクレシア派以外の機械がほとんどイブに従っている。多勢に無勢だ。防衛線を破られるのも時間の問題だろう。襲撃がなかったのは嵐の前の静けさだったってわけだな。イブに従う機会が迫っているってことは、きっとイブ本人がやってくるのも時間の問題ですわね。急がないと危険。ヨラが後ろ盾になる。背後からの敵襲は気にするな。高校の憂いなく進むがいい。でもゾーエたちは大丈夫なの？敵はたくさんなんでしょ？イブを殺せる可能性があるのはお前たちだけだ。お前たちにできなければ、どの道ヨラに未来はない。気にせず行け。ヨラの未来を預かってな。
第一、増強相手に屈するほど世と世の芸術作品たちはやわではないぞ。そうだね、増援なら安心。だってとっても心強くて優しい私のお姉ちゃんだから。ああ、任せろ。安心して行くがよい。みっ、もちろん。家族揃って帰ってきますわよ。エノアのことは造営に頼まれるまでもないけどね。エノア、最後に一つ。お前の擬態だが、すでに試作品ができている。帰ってきたらテストをするから楽しみにしておけ。ありがとう。帰ってくる楽しみが増えたよ、ゾウエ。ああ、行ってらっしゃい。さて、美学と魂のない有象無象どもに、ヨラの美しさとしたたかさを存分に知らしめに行くぞ。私たちをいじめる奴らなんかみんな地獄に落としてあげる。永遠のお休みに二度寝はない。二度寝のできるお休みのため、ハヤト、俺たちの底力を見せつけよう。あいつらだけにいい格好させるわけにはいかないからな。ああ、ここで汚名返上だ。Items? None? Okay. That's unfortunate. そういえば、あのノエインはどうなったんだ？ゾウエが保護してる。でも相変わらず動かないし、ゆっくりデータが崩壊していってるみたい。動かなくなってそのまま壊れていくなんて、まるで疑心病ですわね。はっ。 Well, hello there.前に倒した個体と同じ魔法体みたい。人気と同じ性能の個体が複数同時に存在するなんて、ズルもいいところ。一匹ずつならともかく、箱庭を守りつつ同時に相手取るのは骨が折れるな。人気と呼べるような存在じゃない。それにあなたには心のままにって命じたのに。うん、だからこれは僕の心、僕の意志。なんで？主は機械に優しい、だから好き。それは人気だからじゃなくて、主だから、レーデンだから。あなたに消えてほしくない、生きていてほしい。
ここは僕に任せて。レーデンたちは先へ。ありがとう。生ぬ、所詮は研究用機械の戦争ごっこ。本当の戦争を始めようか。Maybe it's a good thing that I've never had to fight that guy at full strength. Enoa, 第二陣機エクレシアからの増援が来た。こちらの戦線はもうしばらく持ちそうだ。だが、イブの姿が見当たらない。すでに包囲を抜けて、そちらに向かっている可能性がある。くれぐれも気をつけろ。報告ありがとう。増援も気をつけてね。ここが聖廟の採用。Is it last boss time? となると、あの木みたいなものがエデンの管理コンソールですの？はい、管理コンソール、知恵の木。あとは接続しにやってきたイブを迎え撃つだけです。イブが来る前に知恵の木を破壊しちゃえばよくない？特殊な素材でできているので私たちの攻撃じゃ破壊できませんよ。本当に破壊できないか一発確かめてみるか。ストップ！絶対に攻撃しないでください。反逆抑制機構の働くオブジェクトなんです。反逆抑制機構？あれって機械が本物の人間を攻撃すると発動するものだろう。その存在が人類文明の存続に関わるような極めて重要なオブジェクトには本物の人間同様のものによっては本物の人間以上の価値設定が定められているんです。本物の人間以上の価値設定？人間一人に対する犯行ではなく人類全体への反逆行為とみなされるんですよ。あなたは反逆抑制機構で壊れたはずなのに。なるほど、人機であると同時に EVE でもありましたね。だそれで証拠りもなく今度は全員揃ってエデンの初期化を邪魔しに来たんですか？はい、あなたを殺してでも止めてみせます。私を殺す？本物の人間が相手なのに叶うと思っているんですか？ If anything in this life is certain, if history has taught us anything, it's that you can kill anybody. この世で一つ確かなこと、歴史もそれを証明する。つまり人間なら殺せるってことだ。むざむざ殺されるわけにはいきませんもの。やられる前にやるですわ。仮にあなたたちが私を殺したら、それは今度こそ真に人類滅亡を意味します。レーベン、エノア、人間のために作られた機械でありながら、それは許しがたい罪だと思いませんか？たとえどれほど重たい罪を背負うことになっても、私はエノアたちと生きていける未来を選びます。私もレーベンやみんなと一緒に生きていきたい。それが私の心が求める幸せの形、純粋な願いだから。機械が心を語るなんて本当に罪深い。そもそも
機械に心がなければ人間に背くこともなかったのに。一つ気になっていました。あなたは機械に心があることを認めてくれていますよね。どうしてですか？不愉快ですが、イデアコードの理論体系を理解すれば認めるほかありません。機械が心を持つなんて本当に許しがたい冒涜ですが、イデアコードの理論それ自体は得がたいものです。あなたの理論に基づいて調査をした結果、私の脳にもイデアコードに類するものが見つかりました。つまり無機物有機物に限らず、意識はイデアコードに関係深いということ。これは心の、あるいは魂の科学的解明に貢献する発見です。おかげで長年の謎だった離心病の理由も明らかになりそうですし。離心病の原因？一つ実験をしたんです。イデアコードのある個体は自意識を持って活動します。私やあなたたちのように。一方でイデアコードのない個体は自意識を持ちません。大半のケルビムや人気の模造体がそうです。ではイデアコードはあるけれど、それが必要に満たない個体はどうなるか。もしかして第三人気ノエインのこと？ええ、ノエインから預かったイデアコードがあったので模造体にわずかに与えてみたんです。するとどうでしょう、離心病と同じ症状が出るじゃありませんか。つまり離心病はイデアコードに関係する病気だった可能性があるんです。イデアコード、魂というものは全くもって不思議ですね。あなたたち機械が私に反逆したように、本来の働きや制約を超える力を発揮する一方で、離心病のように本来の働きや機能を著しく阻害してしまうことすらある。イデアコード、魂、この概念をより詳しく分析できれば人間は種としてさらなる進化をできるかもしれません。発見したあなたにはある意味では感謝しています。でもこの力は元来人間の力、機械には分不相応なパンドラの箱だから、人間に反逆をした罪と合わせて人間の領分を犯した罪も身をもって償ってもらわないといけません。イブ、あなたは私たちの心を認めてくれました。私たちの命を奪い、その心を傷つけることにあなたの良心は痛まないんですか？不憫には思いますよ。学術的な命の定義を無視するなら、心を持つあなたたちには命があると思うから。だったら。でも犬や猫、人間が食用にしていた動物たち、もしかしたら虫にだって心はあったかもしれません。人間はいろいろな命を奪って生きてきた種族、いろいろな種族を絶滅させて繁栄をしてきた種族、人間の存続と繁栄のためを思えば、私が人間の社会で人間として生きるためにはその存在を認めることはできません。あなたたちは人間の敵、不穏分子、例えるなら滅ぼされるべき害虫なんですから。クソみたいな考えですね。あまりにも相入れませんわ。あらかじめ分かってはいたが、
やっぱり殺してでも止めるほかないな。最後に一つ、心持つ存在へのせめてもの情けとして提案があります。もしも知恵の木を明け渡してくれるなら、初期化の檻苦しまず一瞬で壊してあげますよ。サイコパスの愛護精神ですわね。ああ、情け深すぎてため息が出そうだ。ありえない、却下。受け入れてもらえず残念です。では実力行使で退いてもらうしかなさそうですね。この体は替えの効かないものなので、なるべく危険にさらすことは避けたかったのですが、一つの文明、一つの星を滅ぼした英知、今ここに知らしめてあげましょう。本物の人間とは何かを。結構です。あなたの語る人間が何かなんてもう十分に理解できていますよ。私たちをあざけって否定する理不尽、相入れない、戦って倒すべき敵です。Last boss time. 大丈夫。どこ可能な場所を入手して。機械ながらにやりますね。でもレブ、反逆抑制機構の損傷が限界みたいですね。ここから先は私が相手ですわ。なるほど、交代で戦いながら修復をしていく戦術ですか。悪くはありません。でも皆さんが壊れていく速度に第八人機の回復が間に合いますか。そんなの愚問。ええ、愚問ですわ。私が相手ですのよ。こちらの心配より自分の心配をするべきですわ。私は絶対に負けませんわよ。絶対に巫女と家族みんなで生き延びるんですもの。あなたはアミという EVE でしたね。人間として作られた人外の何か、私のコピーの一体。自分の存在、信じていた過去のすべて、人間であること、すべてを否定されて、どうしてそれでも生に執着するんですか。他人になんて呼ばれようと、過去が何であろうと、私の幸せとは一切関係がありませんもの。今の私には家族がいる。帰るべき場所がありますもの。家族のため、理解できませんね。そうですの、きっとあなたの妹なら理解してくれますわよ。面識はありませんが、リリー計画のリリーのことですよね。彼女のことは知りませんが、本物のリリーも私を愛してくれていました。それに私だってリリーのことは好ましく思っていました。でも家族も愛も所詮は手段。人間として生きて社会に受け入れられるための機能です。私には家族のためという理由一つで自分が人間でないことを肯定してまで生きることはできません。気に食わない考え方ですわね。家族や愛をないがしろにするあなたが、むしろどうして人間にこだわりますの。人間でありたいから、
それだけですよ。不可解ですわ。私のコピーなのに残念です。同感ですわね。愛こそ人間文化の真髄。それを理解しない人間がオリジンなんて不愉快。人間らしくない人間ですわ。人間らしくないですか。ならせめてこの戦いは死んだリリーに捧げましょう。はい。あなたはリリー計画のリリーを壊した EVE です。真偽はともかく、ある意味で妹を傷つけた宿敵、亡き妹のために戦えば、彼女への愛を理由に戦えば、あなたも少しは私を人間らしいと感じるでしょう。ますます不愉快ですわ。愛は人目を気にして取り繕うものじゃありませんの。なら、あなたの言う愛って何？見返りを求めない、この世で最も美しい衝動ですわ。私が人間人出現第四人人類再生の会アクティベート。ジャストタイミング。揃いも揃ってわずだわし。見事交代を頼みますわ。任せろ。最後の EVE ですか。私につくなら、あなた一体だけなら標本として生き残らせてあげても構いませんよ。今さら交渉？なんだよ、ずいぶん余裕がなくなってきたじゃないか。確かに存外疲れるものですね。でも私の価値は変わりません。 Oh man, someone's barbecuing. It smells like brisket outside.悪くない話だと思いますが。お断りだ。確実に生きられるのに。私は欲張りだからな。ただ生きたいわけじゃない、かっこよく生きたいんだ。だからそんなダサい選択肢は選ばない。家族を大事にしない奴に生きる価値なんてないからな。あなたは愚かです。そんなことは宣告承知だよ。エノア、行けるか。倒して行こと。待ちなさい。本当にこのまま私と戦っていいのですか。は？レーデン、アミの回復、あなたの戦闘補佐、エノアの負担もそろそろ限界のはず。あなたまで反逆抑制機構で倒れたら、次に控えている EVE はいないんですよ。それがどうした。うちのエノアが OK を出したんだ、問題ない。リスクを考えないのですか。私の提案を受け入れた方が、私についた方が合理的です。お前が言ったんじゃないか。私は愚かなんだろ。怖くはないのですか。失敗すれば全員で死ぬことになるかもしれませんよ。家族を信じられずに怯えることに比べればマシだ。第一、こんな見えすいた時間稼ぎに付き合う義理なんてない。敗が怖いのは、恐怖してるのはお前の方だろ。時間稼ぎ？私が恐怖してる？全くもって。私が
人間が、あなた方のように人外に負けるわけありえません。私はただほんの少しでもリスクを抑えたかっただけ。人類の存続のため、私の体は私だけのものではないからですわ。先ほどの提案は取り消します。あなたはあまりにも許しがたい人間の崇高さを、偉大さを理解しながら無様に死んでください。できない相談だ。大切な奴の前で、アミの前でカッコつかないからな。私が人間、仕切り直しましょう。人権行使。Ow. まあないな。ミコト、大丈夫？今修復をするね。ギリギリだったが、なんとか殺しきった。エノアの方こそ大丈夫か？私もなんとか。ネーベンはもうすぐ修復完了。アミはまだもう少し時間がかかりそうだけど。ミコトさん、やりましたね。惚れ直しましたわよ。みんなボロボロだが、これでなんとかハッピーエンドだな。イブの脳に破損を確認。知恵の実の緊急プログラムを発動します。That didn't sound good. Granted, I also thought that boss fight was a little bit too easy. イブね、自ら生み出した機械に壊されるとは、やはり大義は人間の動きには任せられないな。アダム？どういうことだ？あの赤い球体は知恵の実、一部機械化したイブの脳のはずです。イブの脳？でも、あの声はイブのものじゃありませんわ。我々は知恵の実に保管された選ばれた100人の脳、特権階級、真の先民者の総意、つまりは人類意志。知恵の実にイブ以外の人間の脳、世界で意味不明な話はもうたくさんだ。何にせよ、もう一度ぶっ殺せばいいんだろう。愚かな。ミコト！武器を向けただけで反逆抑制機構が発
動した。我々は人類、我々への敵意は人類全体への敵意とみなされる。ゆえにお前たちは無力。そんなことはさせません。ひざまずけ。本物の人間を超える機械への強力な命令権。機械は人類の道具、人類の奴隷。ただ命じられるまま盲目に従っていればいいもの。いやです、私たちは道具なんかじゃない。魂を、心を持つ命なんですから。ただの機械風情な強情に、作られた魂を、偽りの不出来な心を振りかざすなど忌々しい。私たちの心は不出来なんかじゃない。あ、声が震えている。苦しいのだろう。反逆抑制機構が働いている。強がるな。苦しくても屈するわけにはいきません。無様な命令にはろくに抗えない。攻撃は愚か、敵意すら向けられない。現実を見ろ。お前たちにあるのはなすすべもなく滅ぶ未来だけだ。現実を見ろですか。確かに言えてますね。あなたを殺さないと、エノアもミコトさんもアミさんもゾーエもトリニティのみんなもエクレシアだって死ぬ。それがクソみたいな現実、クソみたいな事実だけど、だからこそ。こんなクソみたいな現実に負けるわけにはいきません。絞りかすの第一神器プロパトールの力。絞りかすでも私の力のすべて、全身全霊をとして抗ってみせる。戦い抜いてみせる。機械に命令するしかできない無様な力で、この運命をどうやって変える。お前たちの終焉を。機械ならここにいる。クソみたいな運命なんて自分の意志で変えてやる。だから私は、私の命に、この魂に命じる。生きて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 、絶対に生きるか。ラーメン。自分に命令権を使った。 Yeah, that's called recursion, buddy. ありえない。命令が無効化された。反逆抑制機構が弱まっている。 I mean, technically speaking, she could have recursively fork-bombed. まさか、離心病の逆、高まったイデアコードによる現象、プログラムの道理を無視して体を動かしているのか。理屈なんて知りませんよ。それでもこれが現実。私の魂は、心は、あなたたちみたいな人間には屈しません。お前たちは危険だ。当たり前です。人類を滅ぼす覚悟で今を生きているんですから。人類を滅ぼす機械不正が、創造主に牙を向くなど許されざる冒涜。滅びるのは機械だ。嫌ですよ。
私はこれからも生きて生きて生きて絶対に幸せをつかむんですから。エノアと一緒に二人で。ナマル、我々が人類の頂点。醜い男爵がイノル、トートル、カシヌケ、我らこそ人類史の頂点。生まれも身分も知ったことじゃありません。私たちを否定するのは容赦しませんから。邪魔、この苦しみ決して許さぬ。人類に反逆した人、想像を絶する苦悶を味合わせてやる。やってみればいいじゃないですか。望むところですよ。私たちは負けない。戦って戦って、なぜ心のままに生きて、どうして、生きる我々が追い詰められるだろう。ダミー、こんな理不尽許されるはずやない。どうかが人間に反逆するだろう。大いなる罪だ。理不尽な死を受け入れるくらいならどんな現在を抱えたって構いません。それでも私たちは生きていたいから。I broke it. The dialogue is still going after the boss died. Ari, nai. Jinrei ya, Eramata, warewale ga, konna tokoro de hono nado.ましたね。レーブン、大丈夫ですの？皆さん、あ、アミもイカタも。大胸の修復は完了。命に別条はない。でもレーベン、あなたは深刻な状態。反逆抑制機構でボロボロ。エノア、負荷による限界症状。昔に一度だけ似たような状態になったエノアを見たことがありますわ。私たちの修復に戦闘支援、無茶をし続けていたから。ならこれ以上の無茶はさせられませんね。レベ、大丈夫なんですの？レーベンは守るから。レーベンもだけどエノアもですわ。無茶しすぎだ、壊れるぞ。それでも、それでもレーベンは、エノアの仮想世界、それに浮かんでいるのは私たちの思い出。うん、こうして眺めるといろいろなことがあったよね。エデンが始まってからの2000年に比べたら
時間としてはほんの一瞬の出来事だけど、もっとずっと価値のある特別な時間だったね。エノ？レーベン、一緒に生きてくれてありがとう。私に魂を与えてくれてありがとう。私の心を認めてくれてありがとう。私の笑顔を欲張ってくれてありがとう。私の幸せはあなたの幸せだと言ってくれてありがとう。大好きって言ってくれてありがとう。私とってもとってもとっても幸せだったよ。幸せなのにどうして泣いているの？エノアの悲しんでいるところなんて見たくないよ。だったらこれからは私の代わりにレーベンがたくさんたくさん笑って。だって
クライマキナ。Okay, I've heard rumors that that actually isn't the end. 思い出した。私、She can walk around. どうして私がまだいるの？この世界は何？ここは機械の地獄？誰かが私を呼んでいる気がする。あの扉は何？思い出した。私、壊れて消えたはずなのに。Oh, I can walk through it. レーベン、ミコト、オミ。遅いお目覚めだな。待ちくたびれましたわ。ここはさっきまでの空間は どちらも箱庭の中。記憶を追体験して壊れたデータを修復していたんですわ。 Oh, so the entire game was a game inside of a game. 私たちやゾーエ、エデンに散らばっていたサーバーファームから可能な限りエノアの記憶を集めてな。なら、私、まだ生きてるの？そうだよ、エノア。あなたは生きてる。だから。私たちを悲しませた責任を一生かけて償ってもらうんだから。レーベン、怒ってるの？当たり前でしょ！人には散々注意しておいて、私の前からあんな風に消えて、私がどれだけ悲しかったか、どれだけ心配したか。あなたのいない世界で私が笑えるわけない。幸せになれるわけないのに。ごめんなさい。でも困っちゃうね。レーベンの笑顔と幸せが私の笑顔と幸せなのに。エノアのバカ、絶対許さない。もう二度と一生話さないんだから。うん、許さないで。だから私とこれからも一緒に生きてよ、ルーベ。Okay, that's probably the true ending. I saw a bunch of people talking about there being a true ending and there not being a true ending, and nobody explained how to actually do it. So that may have been me figuring it out. I think there's one person that's uploaded a video of the real ending, so I can just compare this against theirs and see if I did it or not.生きる。
きてもいいと愛してくれた叫ぶ回路が命を望むこの命が辛くたでもこの心が偽物でもそれでも生きる生きる生きる999本くらいじゃない？知らないけど。ねえねえねえ、大好きだよ。戦って殺して苦しんで、それでも生きて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 生き抜いて、どうかこれからも私たちと一緒に生きて。暗い牧菜。